トット男爵、アレグザンダー・ロバータ・ストットは、イギリスのスコットランド出身の生科学者。ヌクレオチド及びヌクレオシドの構造に関する研究と、その生、合成、並びにヌクレオチドを含む、補行素の研究によって1957年のノーベル科学賞受賞者となった。トット男爵として一大貴族に除されている。グラスゴー近郊の町、カスカートに生まれ、 1928年にグラスゴー大学を卒業し学位を取得した。1931年にフランクフルト大学から単純産に関する研究で博士号を与えられる。その後オックスフォード大学のリオールカレッジに学び、1933年に再び博士号を得た。その後、ロンドンのリスター予防医学研究所とロンドン大学に席を置いて研究を続けた。 1938年、マンチェスター大学で研究所の所長につき、ヌクレオチドの研究を開始した。ケンブリッジ大学クライススカレッジの有機化学の教授で特別研究員であった。1949年に、アデノシン酸リン酸とフラビンアデニンジヌクレオチドの合成に成功し、1955年にシアノコバラミンの構造を解明し、後にはチアミン。 トコフェロールやアントシアニンの構造と合成の研究に着手した。また、大麻に含まれるアルカロイドの研究を行っている。1942年に王立協会の会員となり、1975年から1980年までは会長を務めた。このほか1952年から1964年まで英国科学政策諮問委員会の委員であり、 1963年から1978年まで、クライス・ツ・カレッジの学寮長の座にあった。1954年に、ナイトに除任されて、サーの称号を受け、1962年には一大貴族、シャクイーケンブリッジシャー・トランピントンのトッド男爵に上された。1975年に、メリット勲章を受章。また、英国数密院の評議員であった。 1997年に、ケンブリッジ郊外のオーキングトンデボツ。89歳であった。つまりソン・サラの父は、トットと同じく、ノーベル賞受賞者のヘンリー・ハレット・デールである。ありがとうございます。